アメリカ合衆国の北西部領土は合衆国建国当初の政治的区分の一つを指す。1787年7月13日に連合会議で可決された北西部条例により領土の管理と州としての昇格の基準が定められた。1789年8月7日、アメリカ合衆国憲法下のアメリカ合衆国議会でいくつかの修正が施された上で条例が 再確認された。この領土には、ペンシルベニア州の西、オハイオ川の北西のすべての土地が含まれた。現在の行政区画では、オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、ミシガン州及び、ウィスコンシン州となっており、ミネソタ州の北東部も含まれていた。今日では、中西部と呼ばれることもある。領土の広さは26万平方マイルを超えていた。 現在のアメリカ合衆国での北西部とは、オレゴン州、モンタナ州など、太平洋とカナダに接する地域一帯を指す。また、カナダのノースウエスト順州は、北極海に近い領域であり、本港の北西部領土とは接していない。なお、領土の英語テリトリー、またはテリトリスは、順州と訳されることがあるが、合衆国憲法が適用され独自の政府と議会を持つようになってから、 順州を適用することになる。詳細は、ヌーベル・フランス及び、フランス領ルイジアナを参照。この地域の探検は17世紀、フランスの毛川公益省によって始められた。フランスの探検家、ジャンニコレが1634年にこの地域に入ったという記録が残されている。フランスは、地域中のあちこちに基地を設けて、支配地域を広げていった。しかし、 フレンチ・インディアン戦争を終わらせる1763年のパリ条約でフランスはイギリスにこの地域を割上した。同じ1763年にアメリカ州の先住民族によるポンティアック戦争が起こり、イギリスは先住民族をなだめるために1763年宣言を発してアパラチア山脈から西に白人が入ることを禁じた。しかし、 このことが拡張を目指すアメリカ植民地人を怒らせ、アメリカ独立戦争を引き起こす一因となった。詳細は、北西インディアン戦争を参照イギリスは、アメリカ独立戦争を終わらせる1783年のパリ条約で、アメリカ合衆国にオハイオ川の北及びアパラーチア山脈の西のこの地域を割上したが、その後も長い間、既存の砦を拠点とした軍事的な選挙を続けた。 独立時13植民地の西方領土に対する領有要求と、その放棄の状況独立戦争の途中からすでに、いくつかの植民地による西方領土領有要求が始まっていた。その植民地とは、バージニア植民地、マサチューセッツ植民地、ニューヨーク植民地及びコネチカット植民地であった。1777年11月に、 大陸会議で採択された連合規約は即座に批准のために13植民地に送られたが、その批准が完了するのは3年以上経った1781年3月となった。この遅れの原因はメリーランド植民地のような西方領土の領有要求をしていない、植民地が領有要求をしている、植民地の要求を却下しない限り連合規約を 批准しないという態度に出たためであった。メリーランド植民地などは連合規約に謳われる連邦政府ができた時に他の植民地の領土が広がることで政治的なバランスが崩れることを恐れていた。批准を得るための折衝の結果として合衆国政府に領有要求をしていた植民地が次々と取り下げることになった。ニューヨークは1780年に バージニアは1784年に、マサチューセッツとコネチカットは1785年に取り下げた。この結果北西部領土の大半はどの植民地にも属さないで合衆国政府に所有される公共の土地となった。ただし、バージニアとコネチカットは退役軍人に対する保障として、二つの領域を留保した。バージニア軍事地域とコネチカット西部保留地であった。 1785年の公有地条例により、北西部領土の中で売却可能な単位の土地を測量調査する標準的な仕組みが作られた。オハイオ地域はすでに異なるやり方で数回部分的な測量調査が行われていたが、その結果オハイオは測量調査された土地の継ぎはぎになっていた。北西部領土の残りの地域は、ほぼ均一な区形の軍区特区域に分割され、 売却と開発ができるようにされた。1787年7月13日に北西部条例が可決された頃の北西部領土、人口はおよそ4万5千人の先住民族とフランス人かイギリス人からなる2000人の公益業者であった。公式には1788年4月7日にオハイオのマリエッタに入植したのがアメリカ合衆国にとっての初めとなっている。 1788年7月15日、アーサー・セント・クレアがマリエッタに正式な政府を作った。セント・クレアの最初の計画では領土を5つの軍に分割する予定だった。ワシントン軍、ハミルトン軍、ノックス軍、セント・クレア軍及びウェイン軍であった。アメリカの拡張にとって先住民族との関係及び居座りを続けるイギリスの交易基地の存在が障害となった。 先住民族との間に長く続いた戦争は、1794年のホールンティンバーズの戦いで、アンソニー・ウェイン将軍がインディアン種族同盟軍を破り、1795年のグリーンビル条約でひとまずの決着を見た。イギリスとの関係では、1794年の J 条約で一時的ではあるが円滑な関係を築いた。1800年7月4日。 インディアナ順州を分割して北西部領土は今日のおはようのみとなり州昇格の準備を始めた。1803年3月1日、オハイオ州がアメリカ合衆国の州として認められ北西部領土は消滅した。1780年代のこの地域の人口ではまだイギリス市民の人口が上回っていたがこの地域の人口で合衆国市民がイギリス市民を逆転するにつれて 北西部領土でのイギリスとの関係がうまくいかなくなったことが、米英戦争の原因の一つになった。米英戦争を終わらせる1814年の頑丈役により、イギリスが最終的に北西部領土に対する主張を引っ込めることになった。詳細は、北西部条例を参照北西部領土は当初、軍法を修正した形の法を持った。領土知事は同時に、 領土内軍隊の上級士官でもあり、また立法上も行政上も権限を合わせ持っていた。しかし、最高裁判所が作られ、知事と裁判所が立法権を持ち合うという形だった。特定地域の人口が一定数に達すると、軍政府が置かれ、その地域の行政と司法を管轄した。最初にできた軍は、ワシントン軍で1788年にマリエッタに置かれた。 シンシナティに置かれたハミルトン軍は1790年に続いた。これらの地域は後にオハイオ州の一部となった。開拓者の数が5000人を超えた地域は、順州政府が作られることになったが、この事例は1798年が初めだった。北西部条例に規定された政府のあらゆる機能が設けられた。議会は会員と委員会で構成される、任制に近いものとなった。 会員は、各軍から2名の大議員、合計22名で構成された。続いて会員が10名の市民を指名して、委員会委員候補とした。この候補者名簿を、アメリカ合衆国議会に送り、合衆国議会がその中の5名を委員に指名した。この議会で準州の立法を担当したが、準州知事は拒否権を留保していた。北西部条例に含まれる、名約条項の第6条は、 領土内での奴隷の所有を禁じていた。しかし、準州政府は、年期防空契約法を使って巧みに法の網を逃れた。明約条項は、領土内での宗教に基づく法的な差別も禁じていた。トマス・ジェファーソンが考案した、軍区制は1785年の公有地条例によって、初めて北西部領土に導入された。北西部領土の区計測量のやり方は中西部への、 拡大時にも、宣令として使われた。区域、軍区、軍が、科学的に区割りされ、土地が迅速かつ効率的に売却された。アメリカ合衆国の領土拡大、アーサー・セント・クレアが北西部領土の最初の知事であった。最初の最高裁判所判事は、ジョン・クリーブス、シムズ、ジェームズ・ミッチェル・バーナム及び、サミュエル・ホールデン・パーソンズであった。三人の補佐官が歴任した。 ウィンスロップ・サージェント、ウィリアム・ハリソン、およびチャールズ・ウィリング・バードであった。1798年、北西部領土からアメリカ合衆国議会に投票権のない代表を送り出せることになった。順州議会が代表を選んだ。大議員は、ウィリアム・ハリソン、ウィリアム・マクミラン、ポール・フェアリングであった。ありがとうございます。